手県は元エクモデルさんからいただきました。すごいじゃん、すごい。あ、本当かしら。新メンバーのパーティーモンスターさんの元バイト先は、はい、ラーメン屋だとお聞きしました。そうですね、言ったっけ。ふと元ラーメン屋店員の本気ラーメンはどれだけ美味しいのかとても気になったので、確かにな、メンバーに本気のラーメンを振る舞ってみてください。おお、ギャルピースということで、今回は元ラーメン屋店員の本気ラーメンはどれだけ美味しいのか。ユーマパーティーモンスターボンボンボンボーンということでですね、はい、はい、まあ、パーティーモンスターの方が、はい、まあ、結構ラーメン屋、そうですね、で働いてどれくらいですか、うん、まあでも高校3年間ほとんど働いてたかな。おー、そうだね。じゃあ3年間しっかりとラーメン屋だったということですね。そうですね、まあ、その経験値、あのスキルを生かしてもらって、はい、まあ、一から、まあ、大体まあみんながサボるようなところもサボらず、なるべく本気のラーメン、そうですね、これをちょっと作っていただいてですね、はい、まあ、今回我々は本当食べるだけ。やった、はい、ね、嬉しい。普通にお腹超空いてる。はい、時刻は昼ですけど、そうですね、今日も結構もう仕込みとかはやって一から作るっていうよりも準備はできてる感じ。そうですね、ちょっと撮影スケジュール的に朝から仕込むことがどうしても叶わなかったんで、もう昨日に、まあ、前日からはい、やってましたよね。ぼちぼち仕込ませていただいて、今ちょうどもうラーメン作れるぞっていう段階になりました。回転オープンの時に、なるほど、はい、まあ、って感じなんで、まあ、実際ちょっとね、ラーメンどれだけ美味しいのか、はい、食べていこうということでございます。はい、わかりました。まあ、一旦仕込みをとにかくやっているという情報なんで、うん、まずはパーティーモンスターの仕込みの方からご覧ください。昨晩の、はい、ということでラーメンアルバイターの本気のラーメンを振る舞うということで、誰もいません。もうみんな帰ってしまいました。ちょっと時間があまりにもかかりすぎるんで、前日でラーメンの仕込みをちょっとしていこうかなと思うんですけど、スープをまず仕込みたいと思うんですけども、ラーメンのスープにはまあ2種類ありまして、はって今思った方いますよね。醤油、塩、いや味噌もあんだろう感じで思うと思うんですけども、まあ多分大まかラーメン屋の人が言うスープって2種類に区分されてる、チンタンスープとパイタンスープっていう2つがあるんですよ。めちゃくちゃ分かりやすく言うと、透明に透き通ってるように見えるのがチンタンスープ、白く濁ったまあ豚骨ラーメンでね、いわゆるそういうのに使われてるものがパイタンスープ、まあ要は乳化させて作るスープなんですけど、今回僕が挑戦するのは鶏の足、もみじですね。で鶏のガラ、背中の骨だね、の2つを使ったチンタンスープに挑戦しようと思います。で、こっからはね、多分観覧注意、ちょっと苦手な人グロいというかね、もみじっていう鶏の足見せるんで、ちょっと苦手な方はね、今すぐねトン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 って3回ぐらいスキップしたら多分ね、いなくなってるかもしれない。でってでー、ボルデンモードみたい。あとはガラですね。もみじの方はちょっと下処理が必要なんで、下処理をしていきます。といっても爪を取って、まあ、ちょっと足裏の皮を剥ごうかなというのと、あとはちょっと切れ込みを入れて出汁が出やすくしようかなっていう感じですね。やっていきます。はい、ということで下処理が終わりました。鳥が一応まあ本当に怖いんであんまり良くはないと思うんですけど、湯煎してその水を捨てたいと思います。はい、こちら寸胴ですね。これも買いました。800ぐらいかな、うん、もみじを入れる。そんで鍋を火にかけて OK です。スープを火にかけてる間で、他の仕込みをしていきたいと思います。続いては、はい、こちらラーメン必須と言ってもいい、長ネギですね。こちらを、切っていきたいと思うんですけども、こっちの部分を主にラーメンにのせるものとして、でこっちの部分なんですけども捨てると思うんですよ、普通だったらね。ただこっちの方は出汁の中に入れて臭みを消すっていう意味でもこっちを使ってってると思う。俺はそうやって聞きました。はい、こちら生姜ですね。まあ、こちらをちょっとまあブロックにして、入れていきたいと思います。でネギをなぜ今切ってるかっていうと、まあ、ちょっと辛くて食べられないっていうことが多いんで、これを前日にもう切っといて水にさらして明日すぐに使えるようにしていこうかなっていう感じですね。
ちらがね、現在の状況のスープです。時間がまあだいたい1時間程度経ってますね。こんな感じで、まあこういうちょっと上に浮いてるもんなんですけど、これは本当にまあ要は旨味成分みたいなもんなんで、このままちょっと残しておいて、もうちょい煮たいですね。はい、ということで長時間置いてスープの方の出汁が取れ切ったので、こしていこうと思います。この網を置いて、もう一個網を置いて、まあ言ってしまえばスープをクリーンにするってことなんですけど、いやー、はい、こちらが完成したスープですね。鶏ガラ、このようなことを経て、今日に至ると。そう、大変そうやね。すごい。西野がガチだったね。そうですね。ガチラーメンやや。先にどんなラーメンを作るか。固めで。早っ。お好みのフェーズ？何味のラーメンか大事だ。そうですよね。今日何ラーメンだっすか？今回作るラーメンが、味の種類で言うと、醤油ラーメンを作るんです。ベーシック。はい、ベーシックの一番最初なんでね。はい、醤油で一番最初なんですよ。はい、ここまで言うといいの？俺ね、昨日きつかったけどね、やっぱね、後半ね、スープの味見してるとき、すっげえ楽しかった。これ、じゃあ、昨日も夜やったんですよ。ああ、そう。で、今日付け足したんですよ。調味料ちょっとだけ買って、あ、これちょっと返しに足していこうと思って、やって、うわ、楽しいと思ったんで。ああ、生きがいだ。そうそう。高校3年間でそんななるの？そんな思いね。じゃあ、オーダーしよう。あ、何？固め濃いめとかできないですけど、いけます。うわ、いいな。それはじゃあちょっとオーダー取ってもらっていいですか、今回。ベースのタレだけそんないきなり固め濃いめとかやるかな。全員同じの食うよりちょっと食べさせてよ。あ、そうだね。俺いつもさっき標準。あ、じゃあ普通ね。俺固めで。固めで。じゃあ俺肩濃い多めいっとこう。あ、まず小柳兄が肩濃い多めいない PSG の肩濃い多めで。じゃあ僕もおすすめで。そう、まあ普通、それ普通で。普通に行こう、ユーマと。あ、そうやね。まだ食べてみようよ、お互い。で、りんちゃん固め、固めで。麺固めで。普通リャンね。リャン、リャン厨房、いわゆる彼が厨房と呼んでるところのガチ高減を見てほしいという。うん、もうだいぶ俺らの知ってるキッチンじゃないから。しかもラーメン屋なんだよね、これ。いや、今回本当にミスったことに、まあ、昨日ちょっと麺食べたんですけど、麺もちゃんと選ぶべきだった。あ、ちょっと微妙かもしれない。なんかね、やっぱね、生麺はだった、生麺で茹でて使うやつなんだけど、なんだろうなーって。もちろん相性選べた。そうそう。麺はどこで仕入れたの？麺は、なんか一応その製麺所で通販をやってる場所で。あー、なるほどね。麺はまず一からやばい。まあ、まず麺を茹でる前に、このスープの下地だけちょっと作ります。これ、稚油ですね。稚油。あ、それも一から皮茹でて。あー、市販です。ちょっと稚油はね、すっげえめんどくさいんですよ、本当に。で、これ、レードル使うときに気をつけてほしいんですけど、レードルってこれ、あ、いらないよ、そう。誰がなんで、それ使わない。誰がいる知識やで。これは、醤油っすね。返し。返し。いや、返しなんです。返しとはまた返しではないんだ。返しとはなんだ。あー、まあ、返しの、まあ、一パーツではある。ただ、メインの味は、こっちの醤油じゃなくて、この返し黒っていうこの醤油をちょっと使うことにしてる。違う醤油。はい、普通のブレンドがあるんだ。あ、これ重要なんですけど、あの大盛りとか返しを多くしたやつは最初にこの海苔をね、ちょんって入れといてあげると分かりやすい。目印になるほど、ね、になるんで。なんか通だな。これがちょっと昨日にはなかったものなんですけど、豚の皮で取ったコラーゲンが使われている。まあ要は豚の脂でちょっとパンチをつけていきたい。ね、本当は普通にネギを入れていきたかったんですけど、ちょっとみんなね、インパクトのある美味しいの食べたいってことなんで、うん、これ僕のお店でやってた辛ネギ増しっていうのがあるんですけど、豆板醤とこの白髪ネギをあえて作る辛ネギ増しっていう辛ネギをちょっと作っていきたいんですけど、辛ネギラーメン系。そう、辛ネギ俺マジ好きだわ、辛ネギ。で、まあ今回そのちょっと、まあみんなに申し訳ないんですけど、もうスープのことをやっぱ考えちゃうじゃん、ラーメンだって思って。チャーシューめっちゃ忘れてて。え、探したのよ、チャーシューを。で、あったんですよ、一応。したら、まあ、プリマハムが出してるチャーシューで、他の返しでちょっと味をつけて、まあ、ちょっとこれを乗せるスタイルにしようかなって。一応、題材、そう、代役はいるんですけど。でも、新たなチャーシューね、新たなね、食べやすそうで。え、なんか、それ欲しくない？バイトはでも一人なんか、作業手伝ってくれる人いた方がいいんじゃない？え、でも本当に何もないよ、今。麺見といてとかさ。あ、麺俺が見る。
振り聞かずさあ、じゃあ茹でていこうかな。わっ、まだしたいところ。今何してたの、ごめん、今ずっしろスープ。ああ、そうだね、固めタイマー俺やろうか。何固め何そんな変なこと。でも、一個言わせてほしいんだけど、この麺ね、固め美味しくないと思う。全部でしょ、全部でしょ。お願いします。おー、いいね、いい手だ。なんかもう間違えてさ、本当に厨房だと思って地面に置いてやってる。ああ違う、ここキッチンだった。集中しろ。いっすよ。30秒前です。はい、30秒前。あ、ここからスピード勝負。これは熱いシーンじゃないか。おおすごい、すごいすごい。黄金系だ。あー、なるほどね。なるほどね、同盟のね、元の、そう、ちょっとだけ鍛錬系みたいな。めっちゃいい匂いする。マジでさすがに。うわうわうわ、めっちゃいい匂いする。ここから、ここからだわ、ここから。楽しみする。おー、急にお腹空いたの今。本当だ、すごいな、ビールは。うわ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 、すげー。普通にめちゃくちゃうまそう。表情いいな。え、いい表情だな。もう来ました、次3分。はい、言えよ。お前何してんだよ。30秒とか。いや30秒増えよこいつ。やば、やば、俺のせいだ。いや、俺のせいだ。残り30秒伝えるって。おー、あれ床に雪が浮かるんで、すいません。ちゃんと聞いてたんだ、あの時。うまっ。2個持つんだね、あれ。見て、これ輝いてますよ。だから乗せるためにこう耐えられするんやね。なるほど、2個でしょ。確かに。まあでもうまそうだよ、なんかありそうじゃない。そういうパターンのチャーシューかっていうね。まあ全然納得ができるよね。珠玉の一杯ができたみたいです。素晴らしい、超うまそうや。ちょっとインサートは入ってますけど、はい、俺ちょっと見せたいわ。そう、あ、わかんないわ、うん、これは。じゃあ食べていいっすか、すみません。はい、お願いします。いいんですか。ありがとう。いただきます。いただきます。匂いは絶対うまいわ。めっちゃいいです。うまっ。わうめぇ。うまっ。これ自分で作ったの。はい、すごいよ。え、これめっちゃうまい。あっさり系かと思いきや、しっかりちょっとラーメンなりのジャンクな要素あるよ。あるある。いただきます。うわぁ、うまい。うわぁ、拍手だ。うますぎる。うまいよ。あ、スタンディング。あ、スタンディング、そんなにね。うまい。スタンディング、え、これマジでうまい。じゃあ、これすごい。え、これえぐい。さっき冗談で、そこのラーメン屋行こうぜとか言ってたけど。マジ強いだろ。マジ強い。いやいやいや。まあ食レポすると、うん、やっぱその醤油なんですけど、まず甘みある感じで。はい、はい、そうだね、うん、甘めの。いわゆるその中華そば的な醤油ラーメンというよりは鶏の甘み、だ豚のああいう何なんかやってるやつでしょ、うん、甘みがよく出てて、やっぱ麺俺結構当たりだと思うけどな。うまい、うん、全然甘い。縮れ、いい、なんていうんですかね、これは中太麺の縮れになってるやつ。なるほど。え、いや、いい、一番中めえや、はい、うまいのこのジャンル。止まってたの、これ全然違った。取り入れ、出汁を取るが一番ね、短くできるんですよ。本来ね、豚骨とかに頭骨使って豚骨にしたら、なるほど、持つけど。そうそう、あのね、頭骨の場合、その豚骨ラーメンはその白湯スープっていうスープになるんですけど、うん、骨を潰したりして乳化させるまで待たなきゃいけなくて、ね、すっげえ時間かかっちゃうから、まあちょっと今回は断念して。そっちもいけるってことか。時間さえ渡せば。チャンネル登録ボタンを。押せ。喧嘩業ラーメン、元ラーメン屋のパーティーモンスターに作ってもらいましたけども、はい、一番良かったな。ちょっとね。ごめん、最後はちょっと、もしあとで。あ、え、カレー出る。言われずともカレー出る味だ。いろんなもん
食べてきました我々動画で。そうだよね、なんか怖いのそこだったんだよね。一番うまいです。あ、よかった。いや、マジで。いや、うまかった。なんかくくったもん。まあそのね、ちょっと期待値の期待度とか別にバカ高いわけじゃない、どうなるんだろうだってっていうのもあるかもしれないけど、やっぱいやでもなんかこうマジ店やんって思わせるような味で。よかった。では他のいろんなパターンもちょっといけるんですよね。時間かかるものの。あ、そうです。今日はちょっとね、あの本当に無理だったんで。豚骨食いたい。なあ、豚骨食いたい。豚骨でやらせてください。あの頭骨売ってる場所見つけたんですよ。見つけたんだ。やっぱり頭骨あるんだ。ラーメンにやる立場ありじゃん。それは。だからこの動画本当伸びたりとか、人気であればね、本当豚骨だの、煮干しだの、そういうガチラーメン企画第2弾3弾あったりしますんで、だからちょっとその時はちょっと皆さん、これちょっと拾えられますよ。マジで拾えられますよ。個人チャンネルやったら。ラーメン、ラーメンチャンネル。ラーメンチャンネル。ラーメンモンスター。ラーメンモンスター。ラーメンモンスターって名前で作り手。そう。めっちゃ好きみたいな感じなの。作り手のチャンネル。ありがとうございました。